はい、ご視聴ありがとうございます。ユニボスです。今日もね、遊戯王レガシーオブザデュエリストやっていきたいと思います。ってことで、漆黒のデュエル、闇くらましの城、さあ闇のね、プレイヤーキラーっていうね、まあ、敵と戦うんですけども、これ強いです。やたらね、全然先から倒せないんですけど、これほんまにさ、ハーピーが全滅させられていく。ストーリーデッキ辛くない？これ。俺、これストーリーモードをやってて、ちょっと思うんやけど、ストーリーデッキ弱すぎると思います。まあだから難しくていいんかもしれないですけど、めちゃめちゃ強いんやけど、ほんまに。頑張ろう。キユーリ行くぞ。なんかストーリー周回用の、なんかいい感じのね、こう、展開が早くてスパスパスパーッと回るようなデッキ使いたいよね。だから作りたいよね。ただ今んとこあんまり、もうちょっとね、越さないと、その、買えないんよね、パックがね。さあ、グリズリーマザーが、なんか比較中の本でいきなりもう行きたいね、これ。いきなり行きたい、これもう。いきなりこれ行こう。いきなり行きましょう、初手。こういうの、いきなりぶっ飛ばしていこう。先制先制、死者蘇生もあるし。先制攻撃行きましょう。ガン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 。さあ、なんかいっぱい来てるの嫌いな。いや、ミラーフォースとかね、なんかそんなん切るんですよね。ガンガン行くぞ。ガンガン行くぞ。わかんないけど、ラッキー、運がいいと思って。あ、いないいないいない、なかった。ああ、まあ一角獣の方も帰ってくるから。何？何やねん。硬いねん、こいつ。こいつ硬いんですよ、ほんまに。どんだけ守るねん、こいつ。ちょっといけると思ったらミラーフォースでバチコーン吹っ飛ばされて、なんでみたいな。あー、変なの来た。やばい。なかなか辛いですね、これ。タートル出して。さあ、これ時間稼ぎ、防御表示で時間稼ぎはできるのかな。時間稼ぎしかできないぞ。なんか2000の防御ないかな、突破できるやつ。いや、割とそんなに。ガラ空きやからなんとかしたいんだが無理か。これ出しとくか。カタパルトタートルでとりあえず飛ばせばいいかね。飛ばしたところでやろう。地味やな。飛ばすべきかな、どうなんやろう。なんかね、これ負けた時に攻略法みたいなの出てくるじゃないですか、これって。その時にはなんかね、カタパルトタートルで攻撃しろみたいな書いてあるんですけど、いけんのかなっていうね。ガイアとかできてどうすんねん。召喚ができないんですよね。やることがないんだが、ステルタはね、死者蘇生でガイア出せるんですけど、やることがないんだが、これどうしよう。相手の罠カードがまた来るからな。引きをなんとか頼むわ。引きなんとか引いてくれ。ご風景そんなばっかりやな。ど
んだけこれ長期戦なの。やることないぞ。なんか融合とかないんかな。ゾンビマスター、あ、なんか出てきたな、めんどくさい。うわ、闇くらまし来た。うわぁ、やばいやつ来た。やめて。あー、これやばい、やばすぎる。2200はやばい。あーってか、やばい、すべてがやばい。んー、これどうすんのこれ。マジマジ、どうすんのこれ。五風圏で時間稼ぎするしかないんだが。これ使って強ない、あれマジで。これ強ない、これ。こどうしろとこれ。うわーそれ、うわーそれ、うわーうわーやばすぎ。2600とか言ってるし、闇くらましちょっと強すぎやろ。なんか来い、なんか来い。強奪、強奪か。OK、強奪で、あいつ取って、パクっていく。ワンチャンあるか、ワンチャンあるか。これこいつを倒せば。お前そういうのありかーい。ミラーボースマジかー、もうやめてくれー、やめろ。五風景もそうそう終わりやな。デーモンの召喚、熱い熱いの出た。ワンチャンワンチャンワンチャンつないだ。それだ、2400倒すぞ。トラップカードないぞ、最愛。オッケーオッケー、ワンチャンワンチャン。こいつ早く出してほしい。デーモンの召喚、オッケー。こいつは掃除して、なんとかなるか。もうちょっと展開した。ただトラップカードとかで一撃で吹っ飛んだりするんで、そこが嫌やな。よし、これで闇くらましと、あー、鳥が出てくるが、これ出せない。死者蘇生はどう、敵のこの葉を倒したらもらえるかな。そうはね、五風剣使っとくかな。まあええか。さあここで葉を倒して、歯をもらいたいね。またミラーフォースとか、なんかそういうのがいるんで、その辺に注意したい。カタパルトタートル防御で置いといてもいいかな。ミラーフォース攻撃強じゃったらやられちゃうもんね。そこが嫌やな。ひとまずただ闇くらましを掃除しながら、なんでこれ、もう横4コスないのか、4コスないのか。モンスター展開できないんだが。このデッキもうちょっと、なんかないんかい。闇くらましをね、倒していきましょう。まずはね、落としてみて。硬い。さあ、相手が展開できないうちに何とかしたいが、モンスターが出せない。こっちもね、モンスターが出せないんで、ちょっと、
とこれグダグダになるな、これ。なんか展開できたらいいんですけどね、4コスのやつ。5コスしかないから、なんか一掃できる魔法、そんな入ってたかな、ちょっと分からへんけど。ミラーフォースある、ナイス。セットしよう、これマジで。デーモン守ろう。とりあえずヤミクロの城を一つ目強化してて、めんどくさいんで倒してみましょう。さあ、こっからどうだ。一応融合あるから、さあ、まだ分からん。相手のあの伏せカード3枚は何やろな。今攻めたいんやけどな、マジで。これ倒せるチャンスなんだが。お、4コス差し引いた。まあ、もう一個一個倒していこうか。あー、特殊召喚。じゃあ何か。今がチャンス、今がチャンスなんだが、頼む頼む、倒させてくれ。こいつマジで倒せないよ、俺。久しぶりにこれなんか、なんかワンチャン勝てそうな、ワンチャン勝てそうな雰囲気になってるから。カードの効果果たしますか。あー、ミナホースは別にいいや。しょうがないかな。さあ、でもまあ上から叩けるんで、これは融合できる、だよね。三国騎士ガイアをここで投入していく。さあ、これ2体になって、これちょっと叩いてきたね。トラップには注意したい。さあ、ここで竜騎士ガイアを投入していく。さあ、これ行きたいぞ、これ行けるぞ。なんかやった方がいいかな、古風剣とかいる。なんな、死者蘇生でガイアも呼んで行くか、一気に行くか、もうこれ早めに行くか、早めに行こう。速攻しましょう。さあ、これで一気にいきたいぞ。流れ的にはこれ勝てる。相手の変なトラップカードとかそういうの。OKOK、 いけるぞ。これワンチャンいける、いけるか、マジか。これミラーフォースがやめて、これマジで。ミラーフォースがやめてほしい。よし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 、ようやくか、俺ようやくこいつに勝てるのか。さあ、頼むぞ。トラップカード置くな、トラップ置くな。あー、大丈夫だ、 OK、 トラップじゃない。よし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 、もう殴るしかない、もうやることもない。ようやく取った。さあ、押したいぞ、これゴリゴリに押したい。じゃマジでミラーフォースだけ注意。こんなやめろ。オッケー。やった。ようやくや。ようやくですよ、これ本当に。いや、これ動画見てる人ね、多分ね、案外楽に倒してるやんって思うかもしれんけど。相当ね、必死ですね、これね。むちゃくちゃ負けてましたから。オッケー。はぁ、ようやく突破。強いよ、こいつ。強かった、ほんま、硬かった。ナイス。闇のプレイヤーキラーを撃破していく。
さあ俺が負けたバカな。アンズ、アンズ、そういえばアンズって使ってないよねまだ。おいおい、これクジャク前のこれちょっと赤くなってる感じ。ちょっと惚れたか、おい惚れたか、おい。まあこのチップはお前のものだ。どうした、受け取れよ。かっけえ。やれな、この俺は全部もらってやる。城の近く超えすぎ。ああでもいいね、いいアシスト、かっこいい。だが俺なら捨てねえで、星も夢もな。城之内先輩かっこよすぎます。さあ来た、リミテッドの読み声。闇くらましの城、プレイヤーキラーで新しいデッキ、パンプリンセスのトリック。城之内、あ城之内のブースターパック来た。はい来ました、これレッドアイじゃん。闇くらまし、キラーパンダ、ダークキメラ、1140ポイント、OK。はい。あー、てことでね、多分動画見てる人分からないかもしれないですけど、僕ね、こいつ、ようやく倒しました。めっちゃ時間かかったんですよ、こいつ、正直。はい。まあ、とりあえず良かったというところで、本日の動画はここまでです。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。